エースもなんか変わろうとしてるんですよね。でも変わらなくてエースはエースの方がいいと思うんですがね。そういうのが自分というかエースも、うん、考え違いしてるんじゃないでしょうかね。ハンセンが、ハンセンがエースを選んだということは、今までやってきたエースが良かったから選んだんでしょうし、それをまた変わろうとしてたらどう変わるか分かんないですからね。あ、なるほどね、うん、今までのジョニーエースをベースにしてそれに新しいものを徐々に加えていくという方向がやはり一番いいわけですか。まあ、そうだと思うんですよ僕、はい、これはもうハンセンの好みって言いますかね、ですからハンセンもエースをいいと思ってパートナーに選んだのにエースに変わられちゃったら、はい、戸惑ったでしょうね。なるほど。さあそのスタンハンセンやや険しい表情になってまいりましたが相変わらず優勢です。優勢に試合を進めております。川田俊明動きを止められてしまいました。足を痛めつけられ、そして今下腹部を集中攻撃受けております。川田俊明がパンチの乱れ打ちでカットに入りますが、それをジョニーエース場外にほっぽり投げました。そしてその菊池をスタンハンセンが追う。放送席前、ジャイアント馬場さんの前でこの菊池剛に非常に重みのあるキックを浴びせました。ジョニーエースバックに回られた。川田ジャーマンスープレックス。試合の権利はスタンハンセンにあります。ロープに振った。ダブルのショルダータックル。そのままエビです。ショートレンジのラリアット、鋭い目つきで打ってまいりましたジョニーエース。先ほどのジャンギアンと馬場選手の変わろうとしているジョニーエース。あ、そして馬場さんのすぐ隣の椅子を取りました。馬場さんのすぐ隣のパイプ椅子を取って、ジョニーエースはトップロープからのエルボーアタック。カウントは2。川田制裁を書いております。トップロープからのラリアット。菊池が場外に逃げる。それをジョニーエースが追う。やはり体重が軽い分動きの速さでカバーしようというところでしょう。菊池剛が、さあ川田が菊池にタッチを行いました。ジョニーエースが戻ってくる。菊池オンザトップロープ、ミサイルキック火を吹きました。カウントは2。この4選手中では一番軽量の92キロ、菊池剛、助走をつけてのエルボー。あーっと今はいわゆるゼロ戦キック、レッグラリアットを狙おうとしたんでしょうが不発に終わっております。何せ相手は身長194センチ。カウンターのキック危ない。スクラッシュ、天を追う菊池。カウントは2。さあ川田俊明が反撃に出るか。フライングディールキック、菊池が捕まりました。馬場さんいかがでしたか。そうですね、まあ、菊池もよく考えてやってますね。ですけども、まあ、いかんせん体力の相違ですね、はい、まずはハンセン軍が1勝を挙げております。白星発進、3軍対抗戦ハンセン軍であります。勝負タイムが14分と49秒。ジョニーエースが菊池剛を捉えました。